おはようございます、ちあこです。今日はですね、日本帰ってきて初めてレッスンに行けます。あのね、日本電車乗り遅れてもうね15分前です。やばいやばすぎるなので今日は、帰ってきた初日初めてのレッスンということで、今日一日を撮影していきたいと思います。というかここが直ちになっている、日本は暑すぎますけれども今日も一日頑張っていきたいと思います。それでは日本帰ってきて初めてのレッスン行ってみよう。やばい、ギリギリ、レイちゃんやっほー、めっちゃギリギリになってしもたレイちゃん、レイちゃん、あかね、元気元気元気そうで元気やで、変わらずちょっと急いでいく。夏山先生、おはようございます。全然痛かった元気やった、元気です。今日からまたよろしくお願いします。夏山先生です。おはよう、おはようございます。おかえり、ただいま先生Thank you.
カメラ。すごい。これ動画。みんな久しぶり。久しぶり。もう一連の中でもうやったけど。おかえりなさい。え、みんなさ、ちやこチャンネル出てくれてたよな。チャンネル出たな。出たよな。実は見てますって言われたこと何回かある。え、嘘、ほんま？ほんま。びっくりした。私も乗らないで言われた。あ、そうな、うん。すごいやん。チヤコチャンネルすごいな。チヤコチャンネルすごい。チヤコチャンネルすごい。あかねはあのあれやな、レッスンとかでさ、そう、隣にユニバの袋や言うて。あ、そうや言うて。ユニバの袋や言うて。そう。はい。レッスンも終わって着替えて出てきました。レイちゃんは今日はお家帰るの？今日はお家帰る。梅田久しぶりやわ。1年ぶりやわ。行くの。ああ。では私は梅田に行きます。お待たせしました。撮ってんの？撮ってる。ようこんな街中で撮るわ。今日バリバリ撮ったで。ということで、アブちゃんと合流しまして、今日は買い物、ランチしてから買い物に行きます。はい。はい、何食べんの？え、お寿司かお客様にお願いします。どっちを食べたい？難しいなぁ。どっちも食べたい。すごいわ、梅田久々やわ。1年ぶりぐらい。あ、そうか。うん。他何？ルクアのバルチカ？え？バルチカに行きます。バルチカ？あ、バルチカ、うん。え、焼き芋専門だよね。え、それは知らん。俺も知らん。あ、ここ？メニュー見てみる。え、お肉の日は1500円やって。今日29日？今日。あ、今日やん、いいやん。数量限定。ライス、スープ、キムチ、スムージー付きやって。いいやん、行こうや。で、食べるんか。うわ、このつくね美味しそう。食べたい。パンつくね。このかき氷も美味しそうですよ。ほら。では入室。黒毛和牛御膳が来ました。お肉がこんな感じ。少ないね。少ないね。少ない、うん、で、これをね、普通の白ご飯を牛タンつくね TKG にしまして変更したんですけど、すごい美味しそうよこれ。濃そうなキムチとジュースとあとはスープです。はい。日本海で初焼き肉。おいしい。では焼き肉食べてるときにあれやけど、いつまぶしはどうやった？美味かったよ。はい。もっと美味しいかな。もっと美味しいかな。うん。うなぎが？うなぎが。忙しいな、この印象。うん、忙しい。ずっと家にいることがない。あ、嬉しい。牛タンつくね。あの、三宮の一郎がよく行ってる牛タン、美味しいとこ。行くのもありやん。行ってみたい。日本人に生まれてよかったもん。絶叫しや。どういう絶叫？え、絶叫に生まれてよかったやったの文字類で。では引き続き食べたいと思います。で、お口直しのこのミルクバー、私こういうアイスすごい好きや。シンプルなやつ。当たりがあるので、当たり出たら声かけて食べたい。当たりが出たらもう一本もらえるんですかって聞いたら、フリーズドライのスープがもらえたし。当たった？いや、分からへん。どこ行ったら分かんねえやろな。いや、棒の先端やろ。多分ハズレかな。ハズレやろな。なんでそんな分かってたみたいに。反対は？ハズレかな。ハズレやろな。ハズレでした。お腹いっぱい食べましてね、今。これ何やったっけ？グランフロント。グランフロントのとこに来てまーす。すごいなー、やっぱり。なんか大阪は元気になるわ。で、今からお買い物に行きます。なんかちゃんとした服を買わないといけないことがありまして。だから、ちょっと、いろんなところをブラッチして、最後にスタバ飲んで帰ろう。あ、ええやん。お世話になってる先生にな。うん。
国の時に気をつけて帰ってきてくださいって言って、スタバのあのギフトカードもらって、ええやつ、アビちゃんの分もちゃんともらって、俺の分そう別々で、アビちゃんの分もいただいて、そう、それはありがたい、だからありがたく、ありがたくいただき頂戴して帰りましょう。でこの後はちょっとあのまた買ったものを紹介しますので、お家帰ってから購入品紹介ということにつなげたいと思います。では大阪からは以上でした。じゃーん、ということでちょっとこれから購入したものたちをご紹介していきたいと思います。あのね、なんか別日に買ったものとかもあるので、ちょっとそれも一緒にまとめてご紹介したいと思います。やっぱりね、ちょっとセールとかももうやってるんでいい感じです。セール大好きなのでではまず小物からご紹介していきます。これはですね、ルームフレグランスっていうんですかね、なんですけども、自分で匂いとかこう色も決めれるんですけど、これはね、あの元々あったやつを私は買ったんですけど、大阪の四ツ橋駅から近いオレンジストリートとかにあったのかな、はい、なんかそこにあったんですけど、なんかフラッと入ってなんか面白い外観やったんでね、で買っちゃいました。で青色が好きなんで青色にしてもらって、はい、これめっちゃいい匂い、うん、いい匂いです。これはスロバキアに持って帰ります。では次シャネル。私シャネルでお買い物したのは初めてかもしれません。でもうね使い始めてるんですけども、こちらのボーム A3CL トランスパラン、こんな感じで透明なんですけど、ちょっとあのちょんちょんってつけて、トントンってつけたら肌に透明感が出るやつです。これ名古屋行った時にメイクさんが私のお肌につけてくれはって、めっちゃ良かったので、そう、可愛いなと思って買いました。でね、シャネルさんも値上がりするって言わはったんで、今度あのパールの入ってる方、はい、2個買いました。2個買いしちゃった。では次小物編最後、じゃーん、 ADSR というところのサングラスで、私が今持ってるサングラスね、もう4年近く持ってるんで、まあもう一つ新しいのいいかなと思って、ちょっと攻めたの買っちゃったよ。こんな感じ。まあ今ね、あの髪の毛くくってるんであんまりあれですけど、こんな感じで、うわ珍しいの買ってしまいました。では次、ユナイテッド東京でお買い物しました。ちょっとねもう着てるんですよ、これブラウス、あのシャツ、はい、これ後ろは別に何もない、こんな感じの着やすいシャツを買いました。ブラウスっていうのかわからんけど。でもう一つもちょっとまあ似たようなやつなんですけども、前にボタンがついてて、はい、というこちらも着やすいやつを買いました。でちょっとね、裾上げしてもらったのでこんな袋に入ってるんですけども、これはね、なんていうスタジオやったかな、スタジオっていうところの、ちょっとブーツカットになってるパンツを買いました。こういうパンツね、あんまり持っていないので、というか初めてやね、こういうの、はい、なので頑張って履きこなせるように頑張ります。では次 T シャツです。じゃあこれはね、めっちゃ安くなってまして、半額以下になってたんですよ、セールで。ステラ・マッカートニーの T シャツ、めっちゃ安くなってて、で生地もいいしっていうので、このお星さんがね、可愛いね、お星さんが。で2色買いしちゃいました、白と黒両方。これ2枚買ってもその普通の値段と、それさらに安かったんで、よかった、いい買い物しました。もう終盤です。でこちらのなんていうの、ローローっていうのかな、これはですね、あの関西やったか大阪やったか忘れたんですけど、これの店舗が阪急梅田にあって、そこしかないって店員さん言ってはったんですけど、今着ているこのパンツ買いました。ちょっと見えるかな、ズボンこんな感じ、あちょっと汚れてるけど、ズボンこんな感じです。ここが外してもいいし、つけてもいいしっていう感じで、ここがストレートで結構ね、あの大きめのサイズになってるんで、お尻も隠れるし、ボタンもねついてて可愛いです。そして最後はこちら、カバンです。でもどこのブランドかわかんないんですけど、ジアニーちょっとわかんないんですけどそう、これもね半額以下になって買いました。でね、中はこんな感じでいっぱい入る仕様になっております。でポーチもついてるんで、ここに財布入れたりとかして、私中がねようごちゃごちゃになるのでそう、ポーチあるのいいなと思って、
はい、いい感じやなと思って、ちょっと夏っぽいカバンが欲しかったので、これを買いました。このアバウトヴィンテージの時計が弱いますわ、本当に。はい、ということで、やっぱり日本はいいですね。あれよあれよと過ぎていってしまうんですけれども、最後まで一日一日を大切に夏休み過ごしたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。